反射直機、反射直機は、反射材を取り付けた、作業位、装備品で、主に交通の往来のある場所において他社が、認識しやすくし、接触事故などを防ぐ目的で着用する。反射ベスト、リフレクティブベスト、安全ベストポリス直機、夜行ベストハイウェイ直機、ハイビジビリティベストなどと呼ばれることもある。日本国内においては、主に警察官、消防、 交通誘導に従事する警備員、土木工事作業員、道路維持管理要員、国土交通省、都道府県、ネクスコなど、車両サービス要員、鉄道の保全に従事する、もの、保線区員、信号通信区員などの作業現場、道路、駐車場、トンネル内などで用いられているが、大規模な工場や倉庫、港湾に役作業、空港、米軍基地などでは港内においても、 交通の往来が激しいために着用を義務付けている事業所が存在する。このような事業所で使用される制服などにあらかじめ反射材が縫い付けられているとがあり、一部の鉄道、通信、郵便事業などインフラ事業者、運送業者、ガソリンスタンドにおいて見ることができる。業務用途以外ではジョギング、防犯パトロールツーリングなどで夜間、 道路上を通行する際に着用する事例が見られる。特にブルベなど、夜間走行やトンネル走行のある、サイクリングイベントで反射ベスト、または、反射タスキの着用を、参加条件に織り込んでいるものがある。製品の規格に関しては長らく反射材自体に、関する、もの、ジス Z9117 しか存在しなかったが、欧州の N471、 口術に習う形で2015年10月30日、g i s t 8 1 2 7講視人性安全服が制定された。通常、日本国内において最もよく使用されているものは、反射材、3M ジャパンのスコッチライトが多いをメッシュ生地のベストに縫い付けたタイプである。反射材、幅50から9 0ト、mm、ルは胴回りのほか、V 字にも配置され、 裏面は表面と同じもしくは短いテープをもう一本、加えて逆エージ形に配置したものが一般的で、背部に企業名などを入れることも多い。寒冷地仕様として摂氏30度の環境に耐えられる製品も存在する。特に旅客鉄道各社では作業性の面から通常の反射直器よりメッシュ生地部分を省いたタスキ様のものを使用しているが JR タイプと 続賞される、本製品は背面を X 字にし、ハンドリング性や絡み防止も考慮しているところが特徴といえる。発光ダイオードの一般化に伴い、LED を内蔵した製品も普及している。表面ディメントも反射材の斜めラインとなる部分に実装され、1ラインあたり3から5個、4箇所合計で12から20個の LED が並べられている。 4個ずつ、計16個の製品が多い。操作方法は、着用時に見て、左側用部のポケットに入れられている、電池ボックス、単三型電池2から3本仕様のスッチをスライドさせるか、反射テープ内側の配線パターン上に配置されたボタンを謳化するものがほとんどであり、電源を入れると1分間に60回、90回、150回などの一定間隔で点滅するが、 特殊な製品として、点灯と点滅の切り替えができるものや、長周期の点滅1回、短周期の点滅2回を繰り返すものも見られる。一般的に LED 内蔵製品の発光色は赤色であるが、中には青色 LED を用いたものや、複数色、赤、青の2色や、それに緑を加えた3色を切り替えられるもの、さらには発光デバイスに、 UKL を使用した製品も登場しており、かなり高価ではあるが一部の警察や、腸内受刑団等に納入された実績もある。このような製品は、たとえ耐水性を謳った形式であっても、電池ボックスや接続コードを濡らさぬように注意すべきで、ある。この他靴、コート、ジャケット、リュックサックなどにも反射材を用いたり、縫い付けた製品が存在するほか、 ランドセルなどに貼れるよう、裏面に粘着剤を塗布した反射テープも販売されている。一部の小中学校では、峠工事の安全確保のために反射タスキを配布する例がある。講師人生安全作業衣服について定めた企画 N471 が存在し、EU 諸国内においては、新 E マークの取得と並び、本企画に合致した製品でなければ販売できないと、 されている。さらには米国においても、同様の規格、安市107が定められ、いずれも、作業環境に応じた製品のクラス分けがなされているが、詳しくは 3M、海外の公師人生衣服の規格を参照されたい。EU 諸国では高速道路上において車外へ出る際、工事作業員はもちろん、車両故障などで一時的な作業を行うに過ぎない、一般人についても、 蒸気の規格を満たす安全作業位の着用が義務付けられている。合わせて日本と同様に三角表示板の傾向も求められているほか EU 加盟国の一部では新車販売時から安全作業位を車罪することも義務付けられている。このような事情から日本ではホームセンターや作業服店でしか見られない反射直機安全作業位も現地ではガソリンスタンドでも販売されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。